皆さんこんにちは、アスキット投資クラブです。今日はですね、3858ユビキタスの動画解説をしたいと思います。この銘柄3月の14日にですね、出来高を伴ってずっと下降の中からですね、大きく上昇に転じてきておりますね。で、1回この時は基準線にですね、押さえつけられましたけれども、翌日からは基準線をこう超えてきておりますね。で、その後ちょっと横ばいしてますので、動き的なこう三角持ち合いと見るか、もしくは上値遊びとで見ていいかと思います。で、一度3月16日のこの安値からですね、一応基準線で叩かれましたけれども、安値を切り上げてですね、出来高を伴って上げてきてますので、前回のこの高値近辺でですね、今現在はちょっと押さえつけられてきてますけれども、この三角持ち合い、もしくは上値遊びの動きからですね、上離れする可能性が、高いんではないかなと思われます。ですから今のところはこの転換線がですね、ちょうどサポートしておりますので、転換線近辺ですね、この辺りまでは、買い目線で見られていいんではないかなと思われます。もしくは安全に行くんだったら、こう終値ベースでこの高値を超えてきたところですね、終値ベースでしっかりとこう高値を超えてくるのを確認して、もしくは出来高を増やしながらですね、ブレイクするのを確認して、そこから行かれるかですね。あと地高線がですね、ちょうどこの転換線に当たるところで止まってますので、転換線、基準線を抜けてくるとですね、ちょうどこの辺をこうブレイクする形になりますけども、これもブレイクしてくればですね、必然的に地高線もこの基準線を抜けてきますので、安全に行くんだったらこの地高線が基準線を抜ける近辺ですね、直近の高値を更新したあたりからね、行かれてもいいんではないかなと思われます。で、目指すところは最初この窓埋めがありますね。ちょうどこの大きく窓を開けて下げてますので、この20万円の手前のこの窓埋めですね、そこから金額的な節目20万円ですね、これが最初のターゲットになりますね。で、これを抜けてくるとですね、ちょうどこの3月9日の高値ですね、23万7000というのがありますけども、ここからまた金額の締め25万円ですね、この辺りが次のターゲットということになります。で、順調にですね、これ上値遊びもしくは三角持ちをブレイクしてくればですね、問題ありませんけれども、逆に下がってしまってですね、この基準線を割ってしまったと、15万円割ってしまうとですね、もうこの上値遊びが完全に否定される形になりますので、この15万円切ると当然撤退を検討する必要がありますね。もしくはこの転換線をですね、終値で2日連続下回ってくるようになってくるとですね、上値遊びがちょっと下振れという形になりますので、そうなるとちょっと警戒ですね。で、15万円切ってくるとね、もう一度完全に撤退を検討する必要が出てくるかと思われます。もしくはこの3月16日とですね、この3月13日のこの安値ですね、これを結んだトレンドラインを引かれておいてですね、これ下回ってくるようだとですね、決定ちょっと動き的には厳しくなるかなと思いますので、早めに行かれる方はこのトレンドラインをですね、しっかりと引かれておいて、トレンドラインを割ってくるようだとですね、ちょっと撤退を早めに検討というのも必要かと思われます。では以上でユビキタスの動画解説を終わりたいと思います。ありがとうございました。